はい、始まりました活弁シネマクラブ、この番組の MC を担当します文筆家の織田雄春です。本日はですね、3月10日より公開の、ありふれた未来の山本徹監督をゲストとしてお招きしております。今日監督よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにこれ3月10日がまあ一般公開ではありますけれども、はい、その1週間前の3月3日から先行上映が始まっている。はい、宮城で3日からスタートしてます。はい、はい、ということで、まず監督はこの番組は初登場ということなので、はい、ちょっと僕の方から簡単に紹介をさせていただきたいと思います。山本徹監督は1969年東京都のご出身でして、大学卒業と同時にフリーランスの助監督として本当にさまざまな監督の現場に使われてまして、まあ、大林信彦監督などの巨匠の現場だけでなく、海外作品ワイルドスピードだったりハリウッド大作にも参加されてきたと。で、監督作としては群毛エビアンや探検隊の栄光、9月の恋と出会うまでなどがあり、本作ありふれた未来が、前作のその9月の恋と出会うまでから、ちょうど4年ぶりという形ですよ ね、はい、公開のタイミングもまさにそれぐらいですよね、はい、ということになります。本日改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、作品拝見しまして、僕すごく胸を打たれる作品だったなっていうのがもうまず率直なところで、あまり事前情報なく、まあ、他の映画に対してもそうなんですけど、基本的にそういった形で僕も見るので、はい、まあ、そのざっくりどういう映画なのかぐらいはこう情報として、はい、まあ、すぐ出てくるので調べたり、まあ、見る前とかにっていう程度で見たところからだったんですけれども、まあ、群像劇の形を取っておられまして、時間をごとに個人の物語がすれ違って結びついてほどけてまたでも触れ合って展開していくその物語運びといいますかであったり、あとは役者さんですよね。新人の方からベテランの俳優陣まで、彼ら彼女らの紡ぎ出す心の交流みたいなものにもう見てる間ずっとこう胸をつかまれて離されなかったっていうのが ありましたね。すごく力作だと感じました。ありがとうございます。はい、でやっぱり特に感じたのはその作りの部分もそうですけれども、登場人物の一人一人が抱える傷や痛みみたいなところが今、この令和の時代を生きている現代人として同時代を生きているものとしてすごくこう共鳴するといいますか、やっぱり分かるって言ってしまうちょっと暴力性もあるんですけど、うん、でも分かるような感覚がありながら見たなと、はい、っていうのがあります。はい、まず最初に本作の企画制作の経緯からお聞きしたいんですけれども、こちら斉藤由紀夫さんの、生かされて生きる震災を語り継ぐという、作品が原案になっているということですけれども、はい、はい、全部話すとすごい長くなっちゃうんですけど、はい、そうですよね。まあでもそうですね、2020年の4月に、まあ、緊急事態宣言が、まあ、コロナがね本当に蔓延し始めた時期に、まあ、さっきちょっと名前がありましたけど、大林信彦監督が亡くなられたっていうのが4月の10日に連絡が来て、僕20代の頃助監督していた大林さんは、まあ、晩年ずっとがんで闘病されていて、まあ、3ヶ月で死ぬって言われてたんですけど、3年半生きながらえて、まあ、広島出身の、ね、監督が放射線治療を受けながら、放射能の力を借りてでも俺は200歳まで映画撮るんだって言ってた監督が亡くなられて、まあ、監督本当に晩年お会いした時にあと3ヶ月で死ぬって言ったらどんな映画撮るっておっしゃっていたことが4月にすごくフラッシュバックして鮮明に、何かやっぱり自分が本気で届けたいものの中に発信したいなと思って、まあ一回実はちょっと幼児虐待をテーマにした脚本を書いたんですけど、まあこれをいつか自分のライフワークにしてみたいなって思って、その本が書き上がったぐらいに、まあ自分の身の回りで俳優の自殺が始まって、本当にまあ自分が脚本を書いた作品に携わったまあ有名な俳優からいろんな方がまあ連続してね自ら命を絶つという状況があって、で自分の母親と叔父が同じ月に亡くなったんですけど、まあこれもなんか実感の湧かない死で、やっぱり死に目にも会えなかったし、コロナで何年も泣いてなかったんで実感が湧かない別れみたいなものがあって、
でその後にまた自分がワークショップで育てていた自分の映画に出たいって言ってた生徒の俳優がやっぱり自ら命を絶つみたいなことがあって、うん、すごく押し寄せてくるこの死ぬっていうことに対してやっぱり自分は何ができるんだろうって小林さんの言葉も蘇ったし、やっぱ映画の力でなんかもっと生きる力を届けられるようなものが作れないかなと思って、まあ、そこから自殺の勉強を実は始めて、自殺のことをたくさん学んだんですけど難しくて、カウンセラーの方とかの話聞くと誰にでも命をね絶ってしまいたくなるっていうその衝動は誰にでもまあ患う可能性がある病で、はい、そういう人に生きろとか死ぬなっていうのは、まあ、風邪ひいてる人に熱出すなとか、うん、咳すんなっていうのと変わらない、何ら変わらないっていうふうに、まあ、その話も聞いて、うん、確かにだから難しいな、どうしたら生きる力を届けるようなもう命を絶たないでほしいっていう映画が作れるかなってすごく思い悩んでいて、その時にあの、まあ、原案となる生かされて生きるって本を、まあ、この映画にも出演しているこの青い髪の青い役をやった牧ひとみっていう女優、まあ、プロデューサーでもあるんですけど、彼女の父親が書かれた本だったんです、斉藤幸夫先生。で、随分前にその本を渡されてたんですけど、まあ、自分は東京の出身だし、震災の映画を作る資格がないというかな、それは僕の仕事じゃないと思っていたので実は読まずに置いてあったんですけど、ただ生きる死ぬってことを考えていた矢先、そこに本があって、生かされて生きるって何が書かれてるんだろうと思って、まあ、読んでみたら、まあ、東日本大震災の当時石巻西高校って高校の教頭先生だった斉藤幸夫さんという方が書かれた、まあ、学校が避難所指定されてなかったんだけど地域の住民の方が押し寄せるように避難してきて自然と避難所になってしまって、で、まあ体育館は自衛隊の遺体の安置所になってものすごい数のご遺体が並べられていくような状況の中で、まあ、先生たちが地域の方と一緒になって子どもたちをどうやって守ってきたかっていう話が書かれていて、まあ、それはそれですごく震災のお話として、まあ、胸を打ったんですけど、僕にとって大事だったのはその先その子どもたちがどうやって生きているかって話がたくさん載っていて、その中に青い鯉のぼりプロジェクトっていうのがあると。で、伊藤健人君っていうその当時震災当時高校2年生だった男の子がいて、まあ、ご家族たくさん亡くされてるんだけど年の離れた5歳の男の子が、まあ、太鼓と鯉のぼりが大好き で亡くなった弟の鯉のぼりが、まあ、泥だらけの瓦礫の中から見つかってその鯉のぼりを自宅の屋根に掲げたっていうことから、ずっと3月11日の命日から5月の5日の子どもの日まで、まあ、全国から、まあ、世界中から集められた今はもう2000匹近くいる鯉のぼりを毎年あげている青年がいるっていう話が載っていて、会ってみたいなと思ったんです、でちょうどもう年上げてちょうど10年目の2021年の3月11日に斉藤先生を訪ねて、その伊藤健人君にお会いして、あと語り部の方とかにたくさんお話を聞いて、でやっぱりなんかちょうど10年目だったからね、みんな本当にいろんな国から日本中から取材に来てるマスコミの方がいて、10年経って心の復興っていう言葉が結構論点になってたっていうかな、心の傷は癒えたのかっていう、でも伊藤健君も含めて他の方からも聞いたのはやっぱり傷が癒えることなんかない、なかった、ただ傷とともに生きていくっていう言葉を聞けたことも大きかったし、あとはなんかやっぱりもともと鎮魂と慰霊のために鯉のぼりをあげていたけれども、やっぱりもともとの鯉のぼりの性質というかな、行事っていうのは子供のね、男の子の健やかさを未来を願う行事なわけで、これから先はこの青い鯉のぼりをあげるってプロジェクトも未来のためにも鎮魂と慰霊だけじゃなくて未来の子供たちを思うために100年続くお祭りにしていきたいって話を聞いたりとか、まあ本当にいろんな方が本当にね、傷だらけの状況、そこから癒えてはいないけど、支え合って声かけ合って前に進んできたっていうことを、まあ、目の当たりというかな、すごくすごく見聞きして、あ、これをしっかりと物語の中に一個一個丁寧に織り込んでいければ、今の苦しんでいる社会の人たちもそうだし、まあ、少なくとも自ら命を絶とうという人たちに対して生きる力を、そこから先行っちゃダメだよってことを言えるような作品ができるんじゃないかなと思って、
で、まあ、それを本来だったら商業映画で勝負しようと思ったんだけど、なかなかそのテーマ線も含めて有名な原作でもないし、うんまあ、コロナも収まっていなかったんで、うんまあ、コロナが収まってから考えませんかみたいな返答しかなくて、はい、ならばどうしようと思った時に、まあ、3月11日に行った時もそうだったんですけど、何人か僕がワークショップで育ってきた俳優たちが、まあ、山本が宮城で何か撮ろうとしてるっていうのを聞きつけて何人か集まってくれて、でまあこの映画をやるかやらないかってなった時に、まあ、実は11人の俳優たちが自分の周りに来て、まあ、監督が届けたい思いがあるんだったら手伝ってみたいって言ってくれたんで、ならば自主映画でもやるかって、まあ、今22人いるんですけど、その俳優たちは、はいはい、で彼らが本当にあのロケ場所探しからオーディションから、まあ、キャスティングの手伝いからみんなやってくれて、まあ、資金集めですね、お金集めもすごくすごく大変な作業を自分のことを支えてくれて、はい、約もうすぐこの春で3年目になるっていうかな、はいはい、この作品をやろうと思ってから、なんですけど、その間ね、ごめんなさいね、ずっと喋っちゃってるけど、その間でもじゃあこの3年近くって世界的に何がどうだったのかっていうと、やっぱこの作品を始めてお金集めしてる間にも、作品撮影してる間にも、はい、日本人の自殺率がすごく上昇していることとか、子どもたちとか女性が亡くなるようになってしまったこととか、はい、そして戦争が始まって未だ終わらないし、はい、まあ国は増税するって決めてミサイル買うって言ってるような報道とか、中で今年になって24万人の不登校児童が小中学生だけでいるっていう報道がされて、もう過去最多ですよね。高校生いたらもう何十万人とかも分かんないぐらい、コロナが収まった先、子どもたちが未来に向かって進めなくなってる、学校に戻れなくなってるっていう報道とかもされて、まあスタートした時点は本当に自殺を止めたいって気持ちだったんですけど、この映画がやんなきゃいけないって思ったことは、やっぱり今の時代に対してやっぱりやらなきゃいけないことをやってるんだなっていう、な勝手な使命感ですけど、思って今ここに至るって感じなんですけどね。その監督がこの作品そもそもこう動こうとされてから、まあ、商業映画でっていう話もあったにはあったということですけれども、それでもやっぱり今やらなくてはならないという焦燥感みたいなものがやっぱりあったってことですかね。そうですね、まあ、使命感っていうとなんか偉そうですけど、なんか懸命にやってみるべきこと、あとはやっぱり何でしょうね、本当にこの、ね、今だいぶ落ち着いてきたけど、それでもあるやっぱり表現者たちが苦しめられている時代だったと思っていて、ここの2年ぐらいね、まあ、自分の周りにも本当に、まあ、例えば舞台であの活動している俳優たちは本当にいくら稽古積んでも稽古の終わって舞台初日にコロナ出て中止とか、はい、初日だけやったけど中止とか、みんなそういうことをみんな巻き込まれていて、それはねロックバンドもそうだし、クラシックの奏者たちもみんなそう でやっぱり国が、まあ国の批判したいわけでもないんですけど、文化に対するやっぱり支援ってやっぱり他の国と比べてもすごく遅かったと思うし、で不要不急みたいな言葉が言われて、やっぱり医療従事者がこれだけ大変な中ね、なんかみんな我慢しなきゃいけないみたいなとこ気に、やっぱり文化人というかカルチャーに関わっている人たちって自分たちにできることがないっていうすごく苦しい状況の中、下向いちゃう人がいて命を絶つ人もいっちゃったと思うんですよね。だからでもなお一層もう一回文化の力をね、映画の力も含めて信じてみたいし、それは僕たちはね野菜作ったりお米作ったりする直接的命と直接的関わりがないように見えて、でもやっぱりカルチャーの力って音楽でも歌でもそうですけど、人の気持ちをやっぱり心を癒したりとか、やっぱり時代を明るくするぐらいのエネルギーがあるって信じたいなと本当に思っていて、だからみんなの力を結集する、さっき言った集まってくれた俳優もそうだし、まあベテランとして参加してくれたあの俳優陣もみんな表現者の一人としてこの作品に力をくれる、分けてくれる、それを束ねていくっていう感覚で、はい、あとは協賛してくれた方でもみんなそうで、やっぱりなんかお金集めるのすごく大変だったんですけど、つながっていくと、例えば子ども食堂を作ろうと思っている社長さんとか、はい、お腹が空いた子たちに例えば全国の居酒屋を開けていつでもご飯食べられるようなシステムを作ろうとしている人たちとか、
例えば北海道で農薬野菜広大な大地で作っているところで子どもたちの心のケアをやっているそういう団体の方とか、はい、いろんな方々、本当は北海道から九州までこの農作品に力を貸してみたいという方が広がっていって、うん、やがてイギリスまで行ってイギリスでセーブ・ザ・キッズ・プロジェクトって言って、はい、まあ、災害とか起きた時に、まあ、カルチャーの力で、うん、まあ、チャリティーコンサートとかやったりして支援金を送ってるっていうような団体からも、まあ、協賛寄付金が集まってきたりとか、アフリカでお医者さんやってる方がいるんですけど、まあ、スーダン、ザンビアで、まあ、無依存地域っていうか、あんまり病院がないようなところに病院作ったり学校作ったりしてるの、そういう方ともつながって一緒にやるというか、まあ、医療が勝つかカルチャーが勝つか勝負やって感じで、その先生が言ってくださったことで、そういうことに支援している方々がたくさんお力をくださったので、それも全部束ねるっていうか、一つのエネルギーにして、今この時代だからこそやらなきゃいけないことだと思ってやってきてるっていうか、いや本当にその監督の最初心の中に芽生えた周囲の環境を受けての、の中での受けて芽生えたその問題意識みたいなものがそこまでのうねりを生み出したっていうのは、やっぱり今お話聞いていてすごいなと思いますし、それはこの映画に紛れもなく刻まれているな。で、そして先ほどおっしゃっていたその青い恋のぼりが、だから今だけのものであったり、その鎮魂とかそういうものだけでなく、これからのこ、を何かこう応援していくというか、受け継いでいく、引き継いでいく、継承していく、みたいなところと、この作品そのものが僕は何か重なるようなところがあるというか、そして映画っていうものはやっぱり永遠のものですし、また演劇だったり音楽と少し違うといいますか、なのでそうですね、この作品こそが、そういうふうに未来の人々に受け入れられて、星ありふれたものとして、ここに息づいている人たちの姿がとすごく思いましたけれども、でその本作すごくやっぱり印象的に出てくる、印象的なのが、その前進する人々のこう心境をこう表彰するような、まあ、ボクサーのボクシングであったり音楽であったり演劇であったり、僕ももう本当に好きで、そのやっぱり精神活動としてなくてはならないものだとずっと思っていますし、まあ、ライターとして、その不要不急という言葉に対していっぱい記事をやっぱりコロナ禍に入って書いたりもしてきましたし、支えられてきたので、この作品を見てそこにもこうぐっと何かも胸持ってかれるようなところがあったんですけれども、やっぱり監督としてあのモチーフが登場するっていうのはすごく必然的なものだったんですけど、それとも何かこうバランスといいますか、なんかでも、やっぱり一つの物語だと、はい、一つの家族の物語から発信できる言葉だと、はいはい、誰かを苦しめる可能性が僕はあると思っていて、まあ、たくさんの物語を散りばめることで、やっぱり全方位的に、はい、まあ、ここから先行っちゃダメっていうか、みんなを本当に包み込むような大きな大きな網を作って大丈夫だよって言ってあげたかったんで、それは例えば全身あるのみってことだけを聞くと、前に進めない人は苦しいだけなので、全然立ち止まってても大丈夫だよって、生きてるだけで十分だよって言ってくれる人も欲しいし、だからそれぞれのパーツを、まあ本当にこのポスターがまさにそういうテーマで作ったものなんですけど、誰かと誰かがきっとつながってるし、誰かは誰かのことをきっと見てるから、大きな大きな一つの輪になって支え合って生きていくってことを、一人じゃないんだよってことを、大丈夫だよってことを言ってあげる、だ多分本当にね、映画は永遠のものっていうふうに僕も信じたいけど、なかなか商業映画も一過性っていうかな、やっぱりその時代時代に飲まれてっちゃうことも、その時流行ってるもので終わってしまうことも多いので、ただ僕はね、これ東日本大震災の映画だというふうに捉える方もいるんですけど、やっぱりこの先もね、この間もトルコで地震大きなのありましたけど、はい、日本中でも世界中でもいろんな自然災害はこの先も起きるわけだし、まあ起きてほしくないけど起きるだろうし、まあ新たなね、感染症とか紛争とか戦争とかってことはあるとしたら、やっぱり人間が苦しめられるってことは、この先もきっと苦しい状況に立たされることはたくさんあると思うんだけど、はい、それでも支え合って生きていくってことを
が乗り越えてきたものはきっとあるし、うん、それが僕は宮城の人たちに感じたものなので、はい、懸命に未来に向かって何ができるか、やっぱりそれは支え合うこと、うん、っていうことを今だからこそ伝えたいというか、ええ、みんなの力を借りて、うん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 、監督の言葉でも何度か出てきましたし、僕もこの作品を見て、一番すごく共鳴したところというかっていうのが、僕特にコロナ禍に入ってからずっと思ってるんですけど、それは何かというと、もう無理に乗り越えなくていいよっていうことなんですよね、うん、はい、社会は常に何か立ち直らせようとしたり、うん、乗り越えるべきだ、だから手を差し伸べようっていう差し伸べ、手の伸ばし方をするんですけど、そうじゃない、うん、手のつなぎ方があるんじゃないかなっていうことをずっと思っていて、うん、この作品は特に、セリフでもそういったものがありますし、登場しますし、うん、あそこにすごくこの作品の、テーマ性みたいなものが象徴されてるかなと。それがこうずっと登場人物同士がこう触れ合ってすれ違っていくうちに、どんどんこうつながっていって輪になって、最終的にはあの感動的なラストにつながるなっていうのをすごく思いましたね、うん、難しい時代ですよね。でもなんか ね、ただ僕もだからこうあらねばならないっていうのは心苦しいし、はい、ただなんか命を絶つっていう選択肢だけが僕はやっぱりなんか悲しさしか生まないというか、死んでもいいんだよって言いたくないなっていうか、はい、だから生きてるだけで十分だから、うん、と立ち止まりたければ立ち止まればいい、寝っ転がりたければ寝っ転がればいいし、ただやっぱり立ち上がりたいっていつか思うとしたら、やっぱり誰かの手を取って立ち上がってみてほしいし、一緒に歩いてくれる人がいれば山だって登れるし、山登っていけば景色も変わるし、いろんな風に時代も流れていくから、だから大丈夫ってことを言ってあげたい、うんうんうん、やっぱり未だに立ち直れない人もたくさんいるし、今、前に進めない24万人の不登校児童と向き合ってるお父さんお母さんもやっぱり本人たちも大変だし、ね、親御さんも心配だし、うん、やっぱり学校行けよって言っちゃうのか、将来どうするんだって言葉もかけちゃうかもしれないけど、はい、でも大丈夫だよっていうふうに言ってあげることを、うん、とかがね、いろんな人の気持ちを救ってあげられないかなって思います、うんうんうん、ね、社会全体がそういうふうに、そう、なんかね、ちょっと価値観がね、これだけ多様化している中で、はい、こうあらねばならないってこととかがね、ものすごく不自由になってきてるんですよね。はいはい、すごく感じますね。あの、この中で子供が命について喋ってる映画の中に出てくる、はいはい、あれは子ども哲学って言って、ええ、世界60カ国でやられている教育方法なんですけど、はいはい、日本ではあんまり根付いてなくて、ただ東北でやっぱり震災の直後に子どもたちがね、喋んなくなったっていう緊急事態が起きてるんですよ、はいはいはい、やっぱりみんな被害が違う、亡くした人の数も違う中で、私に違ってやっぱり喋れなくなって、学校で子どもたちが会話しなくなったっていうので、ええ、まあ本当にやばいっていう、まあ宮城はハワイのチームが入って子ども哲学をやったんですけど、もう簡単なんですよ。あのコミュニケーションボールとボールを持って何を話し合うかっていうのを子どもたちで決めて、で自分の意見を言う。でこのボールを持って子が喋ってる間、他の人たちは聞かなきゃいけない。で言いたいこと終わったら次の人、喋りたい人っていうのに多分しゃべっていくだけなんだけど、あれに関しては台本もなく命に対してどう思うかってことを子どもたちが勝手に喋ってるだけなんですけど、すごいいい教育だなと思ったのは、10人いたら10人考え方が違うのが当たり前、はい、だからみんなの意見聞いて、あ、誰々ちゃんの意見も面白いねっていうふうに思えるし、うんうん、みんなは自分がいいと思うことを言えるし、はい、やっぱり日本人ってね、やっぱり農耕民族としての、俺はまあ美徳だし道徳心っていうのはすごく大事だと思うけど、やっぱり一つのものが素晴らしいと思わないといけない、私はよく分かんないけどって言えないっていうのが、やっぱりマイノリティ意識をね、誰ちゃん誰ちゃんがこのアイドル好きだったら私も好きって言わなきゃいけないみたいな感覚がやっぱり誰かをね、阻害しちゃうっていうか、染みついてはいますね、やっぱり、うん、あるんですよね。でももっと価値観がね、さっき言ったように、ね、多様化してる時にみんなが違っていいんだし、ちゃんと自分が好きなものを言えるっていうことを、という意味では日本人がね、進化すべき過渡期だと、はい、うん、進化であり、そして鍛えていかないといけないというか、うん、自らそういうふうに変身していかないといけないっていうのは本当に思います。もうそれ、まさに僕もその
そういう締め付けられてきた自覚があるので、やっぱり学校とか、うん、特にやっぱりその一つの共通の答えであったり、何か好きなもの、流行っているものを一個与えないといけないっていうのは、それはやっぱり束ねるために必要だったんだろうなとは思うんですけれども、うん、やっぱあのシーンとかを見ていて、そうですね、あのちっちゃな時だからこそ出てくる答えもあるでしょうし、うんうん、それがどこからかやっぱりその年を重ねるうちにこうなっていく社会のシステムになっている、うん、ところに対するこう懐疑的な、うん、気持ちっていうのは常にありますけど、うん、まあ、あのシーンだけ見てね、なんかそういうテーマが伝わるほど何かを説明はしてないんですけど、ちょっと映画の中に織り込みたかったのは、はい、このターニングポイントで日本人が、まあ、社会が変わっていく必要があるってことも、まあ、込めたかった、はい、一つの話ではあるんですよね。そういう意味で言うと言い方があれなんですけど、チャンスでもあるっていうふうに、うん、そう思います。ちょっと言葉選びが難しいんですけども、うんうん、今しかないぞっていう気はすごくしていますね、うん、まあ、ただなんか本当になんでしょうね、僕も子供3人いて、はい、真ん中と下は、まあ、まさに食らったんで、まあ、大学入学したら1年半ぐらいオンラインで友達できなくて、はいはいはい、毎日パソコンに向かってもう学校行きたくないなって、大学辞めていいなって言い出したりもして、まあ、一番下はバスケ部で中学生だったんですけど、まあ、体育館使えなくなって結果バスケできない2年生、うん、3年生、うん、ほぼほぼ練習できないまま引退試合で終わりみたいな、うん、マスクして1500メートル走らされたり、マスクして合唱コンクール出たりとか、はい、もうわけわかんない。でもそういう子たちがね、今すごいディスタンスって言われたわけじゃないですか、はい、距離を隔絶して、うん、学校行って黙食して友達と余計なこと喋んなってマスク外すなって言われた子どもたちがたくさんいたわけで、はい、今だからここをじゃあ本当にコロナ収まるのかわかんないですけど、収まった先にじゃあ何を大事にするかってことは、僕はやっぱりありふれた未来、はい、ありふれていくことの尊さをちゃんと感じ合って、うん、そこにあって、ありふれるってね、普段なんか我々ありきたりみたいな、はい、どちらかというとあんまりいい意味ではないというか、うん、なんかそうです、ね、ありふれてるよねって言ったらなんか平凡だよねみたいな言い方に使うんですけど、はい、でも、まあ、きっと世界中の人がね感じたと思うんですよ、こうディスタンスだってなった時に、うんうん、そこにあって触れられる、まあ、友達と手をつなぐっていうことがいかに尊いか、ええ、なので、まあ、もちろんね Zoom とかオンラインとかが便利にしてくれたところは、はいはい、本当世界中からと僕本当にお話も今できることもありがたく思うんですけど、ええ、でもこの時代のターニングポイントに進化すべきチャンスだとするならば、うん、大事なことはでもやっぱり支え合うことだと僕はやっぱあえて今このタイトルに込めて、うんうん、映画に込めて時代に置きたいというか、ええ、置きたいからあり点触れた点って点打ったんですけど、はいはい、どんどんでそういう未来を、うん、であってほしいっていうことを、うん、願いを込めたかったので、なるほどなるほど、ありがとうございます。この作品はそれこそまさにそのコロナ禍における撮影だったので、まあ、やっぱり大変だったと思うんですけど、そのコロナだからこそのでもその監督もおっしゃっていたように商業とは違う、規模感での作品だったということで、だからこそできたことであったり、だからこそ難しかったところであったりっていうのはどういうところかなというのをお聞きしたくて、おそらく先ほどのその子供たちのシーンとかってもし商業映画で撮るってなって急にあそこのシーンを入れられるかっていったらちょっとまた難しい話になってきたりするんじゃないかなっていうのを感じたりしたので、うん、はい、まあ、そういう意味ではまあ自由度はたくさんあったのが、特に何の制約もないんで、要はスポンサーがいて、はい、まあ、何でしょうね、あんまり商業映画批判するとだからどっかで誰かが見て怒られちゃうんでやめときたいですけど、どうしてもねやっぱり制作委員会があって、はい、新聞社があって出版社があってってなるとやっぱりすごく制約が多くて、まあキャスティング一つとってもね、はい、皆さんのオーダーを聞いていかなきゃいけないようなところもあるんだけど、はい、今回そういう意味では制約がなくてやりたいことを全部やろうと思ったので、自由度の高さがすごく良かったところですね。撮影に関して言うとやっぱり感染症をねすごく避けていくのは大変なことだったですけど、はい、やっぱり病院のシーンとか学校のシーンとかやっぱり
まあ、まだ収まってない時期だったんで、まあ、撮影隊がやっぱ入ってくるっていうのはなかなか良しとしてくれるところが少なくて、そうですよね、うん、まあ、ただでも趣旨を話して生きる力を届けたいんだっていうこととかを話していく中で理解してくださる方がたくさん増えて、本当に地元の方がね、本当に炊き出しから何からたくさんのエネルギーを、ロケ場所も皆さんね無償で貸してくださって、エキストラとしても参加してくださって、一人一人やっぱり仲間が増えていくっていうか、力が増していく印象は常にありましたよね、映画を通して、だからそれは僕ね、ちょっと商業映画で今まで監督してきた中で、ここまでなんかみんなと作ってるって感覚を実感しながら進んだことはそこまでなくて、それはすごくすごく、例えば合宿だったわけですよ、撮影は、で、のびり小学校、旧のびり小学校ってやっぱ被災してね、まあ、あのたくさん犠牲者が出た小学校が、今防災教育の施設としてキボッチャっていうんですけど、希望と防災とフューチャーっていうのを3つ掛け合わせてキボッチャっていう、子どもたちに例えば人命救助の仕方とかロープの結び方とか担架の作り方とか、もう水の作り方とか、そういうことを教えてくれる学校に変わっていて、そこは宿泊もできるんで、撮影隊、まあ、全員は入れなかったんだけど、僕らとプロデューサーチームとかはそこに宿泊していて、で僕はその俳優チーム、さっき言った22人はスタッフもその時兼ねていたんで、それぞれが演出部や制作部とか撮影部のドライバーだったり衛生班やったりとか、エキストラ集め班とかやっていて、でスタッフ終わって撮影終わって帰ってくると、今度俳優としての仕事 も役作りのための訓練とか劇団員とかやっていて、それをまあ昔教室だったところで僕も一緒にいて、みんな体幹トレーニングしながら劇団員が勲章の訓練をしている、隣で僕をそれを見ながら、こっちも負けらんねえなと思って一生懸命カット割りを精査したりとかするのも、まあ普通の商業陛下じゃなかなか味わえない、ああみんなで作ってんなっていうことを常に常にこう感じられるのは武器になってると思います。なんか人を感じるといいますか、そうですね、だから集めたスタッフも、まあ、自分がすごく信頼しているメンバー中心に、もちろん初めましての人もいたんですけど、何度も共有はして、なんでこの映画を作るのか、どうして表紙商業じゃないのか、じゃあ宮城の人たちは今どんな状況もあって、全部どれだけ協力してくれてるのか、たくさん話して共有してやっていったんで、なんでしょうね、まあ、俳優たちもそうだし、今ここで 何のために俺たちが集まっているかってこととかをちゃんと感じながら進められるっていうのもすごく豊かな、尊い映画作りだなと思って僕やってましたね。ちょっと気になるのが、その商業映画の時とは違って、では今回のように宣伝的な部分とかにも監督は結構関わられて、関わってますね、まあ、自力でコネクションもいっぱい取ってるし、まあ、ちょっと配給関係もなかなか正直言うと苦戦はしていて、まあ、バックボーンがないので、これっていうね、東映さんがいます、東宝さんがいますみたいな映画では全く持ってないので、まあ要は映画館一つ開けるんでも、もう本当に軽く見られてしまう、まあ、悪い言い方すると本当に宮城で撮った自主映画なんでしょうっていう見られ方されると、あと震災復興の映画なんでしょうって言われる方とかで、まあ、大手のシネコンチェーンがなかなかうまく開かなかったっていう状況もあって、これから草の根的に頑張っていきたいなと。いや、本当にそれこそ劇場に関してもそうです。少しずつこの人々のようにつながっていったらいいなっていうのが僕も思いますけど、でこの作品やっぱりその俳優陣の掛け合いといいますか、ぶつかり合いみたいなものの、あの生々しさみたいなのも素晴らしかったんですけれども、このキャスティングっていうのは、まあ主演、一応群像劇、一応とか群像劇なので、まあある種皆さん主人公というか、そういうような受け止め方もできますし、見る人によってはこれが私だみたいな見方もおそらくできるんではないかなと思うんですけれども、でも桜庭さんが主人公、主役という立ち位置に就かれながら、このキャストが揃ってるわけですけれども、このキャスティングに関してはどうだったんですかね、流れといいますか。まあ、その集まってくれたプロデューサー集団であるアンチェンイレブンって子たちの意見聞きながら、
まあ、みんな好き勝手なこと言うんだけど、あでもなんか自分もやってみたい人とか全員ねいつもやってるメンバーでやるかどうかっていうのも迷ったんですけど、はいはいはい、僕は僕でなんか新しいチャレンジもしたかったし、新しいエネルギーをちょっと考えながら、でキャスティングなんていうのもやったことはないわけで、まあね、はい、小さい役とかは、まあ、直接声かけることはあったけれども、はい、まずもって連絡先わかんないんで、まあ、知り合いのキャスティングプロデューサーに電話して誰々さんのマネージャーの携帯番号教えてほしいってとこから始まって、はいはい、なるほど、で初めましてっていう人もいれば、なんかご無沙汰してますって連絡して、はい、ちょっとこんなんやってみたいんで一回今日脚本読んでもらえますかっていう話とかして、で結構直接会いにも行ったし、はい、まあ大変だったけど、まあ、仲間集めっていう気持ちだったんで、はいはい、楽しかったですけどね、うんうんうん、皆さん割とでもお話しして脚本読んでもらった段階で出たいとこう反応されたって形だったんですか？してくださいましたね、うんうん、だから本当言うとね、もっといろんな人が、手伝いたいとか言ってくださったんですけど、なかなかスケジュールと役がポンポンとはまりもしなかったりして、はい、なんかでも楽しかったです、そういう意味じゃ、うんうんうん、新しい顔が来るたんびに新しいなんかエネルギーをくれるっていうか、うんうんうん、ちなみに桜庭さんがこの役どころだったその決め手みたいなものっていうのはなんかね、うん、ちょっとこう、うん、言葉難しいんだけど凛とした感じというのかな、あまり時代に流されてない感じがするというか、その芯の強い部分というか、結構ね難しい役どころなんですよね。そうですね。じゃあ10年経って昔の恋人が忘れられないのか、今だって結婚する間際っていう微妙な塩梅のところで、ただ昔の恋人がの作った曲っていうことがね、ちょっと自分の中でずっと引っかかってるっていう、うん、難しい役どころをどういう人にやってもらいたいかなと思った時に、なんかこの人ならシーンが自分の心の中にあるものがしっかりと凛として力強く演じてくれるんじゃないかなって思ったのがまあきっかけですね、うんうん、いつかやってみたいなと思ったんですよね。ああ、うん、一緒にちょっとね、うん、質っていうか今アジアの方とかでねすごい頑張ってらっしゃって、はいはいはい、質って言い方も変だけどなんかちょっと流行なドラマとかでずっとやってる感じがしない、ね、そうですね、うん、確かに、うん、そうですよね。あとはね、うん、ちょっとちょチャレンジみたいなことも、例えばこの太鼓叩いてたゆりとさくらって女の子は2人とも新人で、はいはい、芝居も初めてなんだけど太鼓を打つのも初めてで、でさくらもあのバンドチームの3人も楽器は基本初めてなんですよ、はい、そうなんですね、っていうのが、まあ、宮城で仙台で太鼓チームは太鼓の練習が始まって、そうですね、8月、まあ、クランクインの2ヶ月ぐらい前からで、東京は東京でさくらの並みに初めてギターを渡して、はい、まあ、ここから特訓、はい、でドラムもベースも特訓が始まって、で演劇は演劇で埼玉の方の稽古場を借りて演劇の特訓が始まって、まあ、それぞれがこう挑戦していくのを、うんうんうん、まあ、僕は行ったり来たりしながらそれぞれ、うんうん、でも煽っていくっていうかね、はい、まあ、太鼓すげえこんな上手くなってるんですよっつって、はい、ギター大丈夫かとかってこう煽りながら、でみんなはそんなにっつって私たちも頑張んなきゃじゃんっていうこととかが、お互いやっぱここもみんなで作ってるっていうか、はいはい、負けたくないしっていう、うん、一緒に作ってる感じがすごく芽生えながら進められたのも、はいはい、まあ、別に順当に送るお金があったわけでもないけど贅沢なものづくりができてるなっていう感覚はすごくありました、うん、だし皆さんがそこに監督のその目指しているところ志向しているところに共鳴してくれたからこそのですよね、うんうん、あ、そうなんですね。でも本当劇中の彼ら彼女らにもすごく重なると言いますか、うんうん、そして本当にその先ほどお話に出た、彼女たち2人ですよね、うん、特に、まあ中心人物となるのは青山さやさん、うんうん、どういった経緯で、なんかね子供たちは全部東北の子にしたいと思ってたんです、はいはい、それはこの時代のあの場所でこういう人たちがいてっていうことを100年先にも届けたいって気持ちもあったし、うん、まあ、例えばなんかそれこそ名の売れたアイドル女優みたいなことをこう東京から連れてきたところで自分が描きたいものになるわけでも全くないから、うん、新人
であろうが原石だろうが、まあ、発掘したいなって気持ちもあって、はい、だから中学生以下の、まあ、保育園児とかみんな向こうの子たちなんです、はい、でオーディションをたくさんやって、で何でしょうね、いっぱい中学生高校生見たんですけど、まあ、まさに原石としての輝き、はい、なんか目の奥にね覚悟っていうかな、まあ、芝居が好きだってことも感じたし、はいはいはい、あ、なんかこの人の目の中にいるものを芯の強さとか、まあ、ただ本当に中学生だったんで、はい、大変でしたけどね、実際自分の心と役の心が分かんなくなってしまうぐらい幼いので、本当に苦しそうな時もあったし、うん、まあ、でも最初から決まった時点で親御さんも呼んで、多分役作りとかですごく苦しむから助けてあげてほしいっていう話もして臨んだんですけど、はい、うんうんうん、そこの協力もあり、うん、でもね対抗があったのが多分準備期間の中でね、やっぱり対抗打つんだけどやっぱり役の気持ちと向き合って練習するんだよって伝えてあったんで、はい、そこ要は2ヶ月間役の気持ちになりながら太鼓を打つっていう定期的時間があったんで、はい、しかも肉体もそこで伴うっていうのは何かこう、うん、そうですよね、だんだん染みてきてる感じが、うんうんうん、もともとバレエやってた子だったんで、あ、最初叩かしたらポッポヨーンみたいな音がしてそうなんですね、しなやかな、そうそう、形きれいなんだけど音ちっちゃって感じだったんですけど、うん、まあでも特訓して特訓して本当に力強い音が出る頃には、ああユリの顔してきたなっていうふうに思ったりとか、うんうんうん、まあそれでも泣くシーンとかがいっぱいあって大変だったなと思って、そうですよね、やっぱり、うん、北村由紀恵さんとのぶつかり合いのシーンだとか、うん、いやでも本当新人だとは思えないあの気迫というか、あとやっぱりすごく僕素晴らしいなって思ったのが、そのもちろんその役として演技として表情作られてるところもあるんですけれども、カットごとに割カットごとというかシーンとかに合わせよってすごくこう表情というか顔つきが変わるといいますか、うん、っていうそういう何か素材というかを持たれている方だなと思って、ね、まあ、映画的という言い方もできるのかもしれないですけれども、うん、っていうのはすごく思ったりしましたね、うん、ずっとこう魅了される感じがありました、うんうん、なんかすごい今絶賛してくださる方がたくさんいて、はいはいはい、楽しみだなと、うんうん、でも本当にね第二の小野町子を探せって気持ちだったんですよ小野さんってね、はい、中学時代にねあれですもんね、スカウトというか地元で見っかってそのまま主役抜擢みたいなやつな上がり方した人ですもんね、ええええええ、そっか、まあでもはい、うん、彼女でもいい女優になると思います、うん、そうですね、何か予感は確かにしますね、そ、先ほどもあの一度お話に出た、ですが里見さん演じるユリの祖母と先生たちの学校での面談シーン、すごく印象に残っていて、市村先生はこちらの方ではないんですね、淵上泰史さんに対して言うシーンがありますね、はいはい、あれが、まあ、この映画の一つのテーマにもつながってるなっていうお話を先ほどしたんですけれども、うん、ですごくそのコロナ禍に入っていて僕が思っている、無理に立ち直らなくていいんだよっていうことともつながるんですけど、うん、その当事者性というか当事者意識の持ち方みたいなものが今すごく問われてるんじゃないかなと思っていて、でまさにあのシーンであのおばあちゃんはそのことを言っていたように僕はすごく思いまして、うん、でこの映画っていうのはその誰に置き換えてもそれが言えると言いますか、うん、病気になった方もそうだし、大切な恋人を失った人もそうだし、でもちろん他にも大切な人を失った人っていうのはいっぱいいるんですけれども、それぞれにそれぞれの当事者としての、痛みというかは全く違って、その数値化した時にイコールになるかもしれないけれども、でも違うんだよっていうこと、うん、それがなかなか今の世の中理解されない、まだ理解、うん、理解っていう言い方も難しいんですけどっていうのは感じていて、監督としてはそのあたりっていかがですかね。そうですね、なんかでも、うん、本当に何でしょう、お医者さんでも学校の先生でも役所の方でも、うん、悪意がなくても人を傷つけたりすることって本当に簡単にあると思うし、はい、頑張ってっていうことがあるか、いかにこう生蔵というかな、誰かの何かを救ったりはしないってこととかは、
すごいでも世の中の人頑張ってって言うんですよね、言うし、何でしょう、本当にまあ当事者意識っていう意味で言うと、もうちょっとね、相手のことをお互いがね、思い合える時代になったらいいのになっていう気持ちもあるし、まあ、でも手塚さんがね、やられてた役は、実際ああいう方は向こうにね、たくさんいて、まあ、ちょっと話逸れちゃうかもしれないけど、手塚さんとはすごい直接電話で長時間お話して、やっぱりあの役やるのは覚悟がいるってすごく度胸というかな、実際そういう体験された方、今もそうやって生きてらっしゃる方がたくさんいる中で、被災しているわけでもない私がこの役をやるっていうのは相当覚悟いるんだよねって話をして、まあでもすごい役作りのために、まあ本当に大川小学校みたいな震災遺構とか、伝承館行かれたりとか、語り部の方話聞いたりとか、撮影がない日もずっとそういうことを繰り返していて、本当に挑んでくれたあのシーンは、僕も現場でモニター見ててやっぱり涙止まんなくなっちゃったし、いい場面だなと思ってます。なんかそれでそれは本当に震災の話じゃなくても、さっきおっしゃったみたいに、たった今前に進めない子たちに対して、じゃあ学校はどう接するのか、親はどう接するのか、本当にね、数値化してスクールカウンセラーを 何万人増やせないとみたいなことを国会で喋ってるとか見ると、いや、じゃあ根本的なことになってるのかなとか思いますよね。難しいですね、でもね。でも手塚さん のキャラクター、おばあちゃんが、の言っていることっていうのはですし、その手塚さんご自身が、その私は被災者ではないっていうことに対する、そこで生まれる当事者性のあり方、彼女のあり方っていうものもそこに一つ立ってますし、監督も一番最初に今日おっしゃられた、東京都出身なのに、震災の映画をっていうことであったり、僕も鹿児島出身なので、震災とはかなりやっぱりかけ離れたところで育ったんですよね。でもだからといってそのことに対して何かアクションを起こしちゃダメなのかっていうわけでもないんだよっていうのは、すごくこの映画を通してまた改めて感じたところでもあります。そろそろちょっとお時間もいい感じなので、最後一つだけお聞きしたいんですけれども、このありふれた未来という作品を通して、まあ制作体制もそうですけれども、テーマであったり監督の中に生じたその問題意識から作品を作り上げるっていうところまで、そして上映に至るっていうところまでも全て含めてですけれども、まあ得たものといいますか、この作品を通して新たな得た発見であったり気づきであったり、あるいは監督ご自身の変化だったりっていうところをお聞きしたいんですけれども、そうですね、一言でね、すまない感じのあれなんですけど、でも分かんないですけど、やっぱりでも自分は映画監督として、なんていう、自分が映画監督だとか名乗る であれば、じゃあ映画って何なのかとかっていうことをいっぱい考えさせられたし、実際やったことない、例えばお金集めるっていう時に、じゃあこの映画は作ったら何が起こせるのか、どんなエネルギーを放てるのかってことを人に説明しなきゃいけない。その時に作品があってこれですよっていうものがあるわけじゃないのに語るってことの難しさ、そっか、言語化といいますか、そうですね、いかにこれがっていうことがちゃんと説明できない限りは人は信用してくれないわけで、でも対人っていうことをこれだけいろんなたくさんの人とやっていくと、より一層自分の中で覚悟とか信念とかで力を貸してくれる人が増えるたびに、それは自分の背中に乗っかってくるわけで、っていう時にもう1ミリもブレずにお客さんに届けるまでちゃんとまっすぐ走ろうっていう自覚を持てたのは、圧倒的に今までやってきたものと作り方が違うので、まあ成長というかな、自分の中に起きた、発生した新たなエネルギー、そしてなんかさっきも何回かお伝えしてきた、本当に表現者の力を束ねて、共産者の力を束ねて、ものすごいエネルギーを放った先に何があるのかってことも、今までやっぱり商業映画の監督としてどう届いてるかって、本当に、ね、ネットでツイッター見るとかってことはしたとしても、直接そういう人たちの声を聞くってあんまりやってこなかったんですけど、やってこれなかった、でも今回は本当に劇場で映画館、映画かかってる以上はもう全国歩いて回って、終わった人と話してみたいし、届いた先、じゃあこのエネルギーを放った先に何が起きていくかってことを楽しみにしてるっていうか、
そういう思いになったのもちょっと今までとは違う、うん、ちょっと新たなゾーンかなと思ってますけど、うん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 、今までなのでキャリアにおいても何かすごく一つのターニングポイントといいますか、うん、に間違いなくなる作品ということですかね、うん、そうですね、なんか思いがあれば何でも作れるっていうか、うん、という気持ちにもなったし、はい、うんうんうん、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。